さあ、ということで皆さんこんにちは。少々お待ちください。とうとう、好きすぎて 1.5 リットルの、ミルクティーを買ったのも大事です。はい、ということで、前回は、カエルの唐揚げを作ったんですけど、今回はまた、もう一匹のカエルちゃん、前回食べてみた感じでは鶏肉みたいな感じだったんで、今回はこれを、韓国料理風の、サムゲタンにしていきたいと思います。イエイ、イエス、ということで、はい、じゃあサムゲタンを早速、サムゲタン風ですね、まあ、サムゲタンではないんで、サムゲタン風を作っていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。というわけで早速レッツスターティン。沖縄現在、雨です。はい、はい、ということで、今回使っていく材料たちがこちらです。はい、じゃあまずはカエルで、ちょっと長ネギなかったんで、ね、このネギ、使います。そしてちょっと野菜欲しいということで、キャベツ、もうあらかじめ切ってあるやつです。そしてこちらが、米ということで、ね、こちらで早速やっていきたいんですけど、まずはこちら、ちょっとカエルちゃんをですね、分に分けていきたいと思います。早速切っていきましょう。足の筋肉が改めて見てもすごいですよね。これ見てください、プニプニです。はい、これはどういう風に分けていこうかな。まず足どう分けていけばいいか。お、すごい、えい。まあこれでサッカーができそうですよ。はい、いや面白いですね、すごい筋力質。はい、じゃあまずこっち割っていきましょうかね。まずは割って、ちょっとねカエルのちょっと調べたんですけど、ちょっとあんまり出てこなくてですね、ちょっとさばき方がよくわからないんですけど、ちょっと待ってた方がいいかな。とりあえず足なんか、こんな感じでいいのかな。多分こういうところから味が出てくるのかなって、こういう骨のところから。ちょっと作るのが初めてなんで。はい、じゃあこんな感じで、こんな感じで切り分けれたので、これ太ももですね。太ももと、これはまあよくわからないんですけど、これは足ですね。太も、ふくらはぎの部分ですね。プニプニです、プニプニ。はい、ふくらはぎ、これも多分ふくらはぎですね。はい、じゃあ早速こちらを、ニンニクと、ネギで煮込んでいきたいと思います。じゃあキッチンへ移動します。間違えた、コンロに移動します。さあ、ということで、じゃあ、コンロに着きましたんで、早速こちらに、はい、カエルちゃんです。カエルピョコがもう一回目を合わせて、ここ、はい、入れていきます。はい、入れまして、で、はい、こちらネギちゃんですね。ネギちゃんも入れます。臭み消しということで、ちょっとニンニクもちょっとこれしかないんで、ちょっと刻みニンニクで代用します。はい、じゃこれで火にかけてちょっと煮込んでいきます。はい、着きました。ちょっとここでちょっと時間があるんで、サムゲタンのちょっと説明をしていくと、韓国料理の一つで、鶏肉に、高麗人参と、もち米と松の実を入れて煮込んだ料理となっています。ということで、ちょっとしばらく煮込むんで、煮込む声移動、フェードアウト、久しぶりのフェードアウト。はい、はい、皆さん見てください。こんな風にアクが出てきたんで、これを、すくっていきます。はい、ちょっと干す言うのを忘れてました。はい、ということで、ある程度ですねアクが取れたんで、こちら、キャベツを入れていきたいと思います。はい、じゃあある程度キャベツに、火が入ったんで、今度はこちら、お米ちゃんを入れていきます。
じゃあ無事入りましたということで、こちらで、ここから、弱火で、40分煮込んでいくんで、少々お待ちください。はい、ということで皆さん見てください、無事40分が経ちました。イエイ。はい、ということで、早速、開けてみましょう。失礼します。あ、匂いもかなりいい感じですね。はい、ではこちらに、こちら、お塩と、鶏ガラスープですね。はい、こちらいっていきます。はい、はい、よいしょ。混ぜまして、ちょっと味見したいと思います。めちゃくちゃいい香り。ちょっと味見を、それでは味見をしていきます。はい、めちゃくちゃいい感じです。はい、ということで、じゃあ味はこれで OK だと思うんで、最後に、こちらでん、ごま油、はい、こちら最後に入れて完成です。はい、ちょっと軽く混ぜます。はい、じゃあこちらで完成ということなんで、盛り付けていきます。レッツスターティング。はい、では到着しました。ということで、早速こちらを盛り付けていきたいと思います。今回こういう、深い、ちょっと深い、広い皿を使いたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですね。ちょっとカエルの肉も上に乗っけましょう。はい、で最後に、こちら、でん、ネギ、2文字、はい、こちら入れていきます。こちらを上にこう軽くトッピングしてあげて、はい、こちらで、サムゲタン、サムゲタン風の、カエルゲタン、完成しました。イエーイ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。カエルゲタンという、まあ、ネットで検索しても出ないんですけど、まあ、今回、鶏肉に似てるということで、作ってみたんですけど、また次回ですね、こういう機会があればまたやっていきたいと思います。ということで、本日はこの辺で動画を終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。